した、ミスしたなっていう時は手で投げてるに置き換えるとこうやって打ってる感じなんですよ。なので最初のその、意識を変えてあげないとうまくいかない。あとは、構えた時に下から投げるイメージなので、構えた時にも必ず手と、クラブのこの位置関係ですね、位置関係変わらずこのブランコみたいな感じで一定に行くはずなんです。でそれが、緊張したりとかミスショットしたりするときは位置関係が変わってます、手首の関係が。なので緊張とかもいろいろあると思うんですけど、ラウンド中はこの距離感がまずこう変わってないかをまず考える。この位置関係、手が先行してるってことと、あとリズムですね、自分の中で一定に振れてるかどうか。でこの中でターゲットを見ながら必ず素振りする。ターゲットを見ながら素振りする、素振りをしてリズムを考えて、でこの時にボールを打つ時もこのリズムを持って行ってきます。でここでこういう風な素振りをしちゃうともうミスショットの形になっちゃうので、なんとなく分かります。下投げのイメージで、ね、投げてます。